いと思います、はい、うん、チョコレートさんからいただきましたよ。ありがとうございます。どうした？何？行くよ、うん、膝に爆弾を抱えているのでエンディングで走るのが辛い。うわすごい。シャルシャル何してんの？どうしたの？エンディング走るの辛かったんだ。そうか、うん、あれきっとハイビジョンで見ると、うん、あ汗かいてるでしょ。汗かいてる。ちょっと冷や汗みたいな。冷や汗かいてる。やばいぞやばいぞ、ねうん、みんな早く止まらない。そんな日に変わったのね、はい、はい。じゃあステッカーを選びますか。ステッカー選んでください。どうしよう、もうなんか選ぶのめんどくさくなってきたわ。はっきり言うなよ。どうしましょう。はっきり言うなよ。フェーリングどれでもいいんだぜ。どれでもいいのか、うん、じゃあなんかで走ってる感じの、走ってる感じの人いない。あいないな。あ、じゃあいいや。セシリアにしよっか。セシリア3枚。セシリア3枚。で、私、同じキャラ選ぶっていう発想がね、あんまなかったわよ。今までなかったね。5枚とかすげえ。はーい。いいじゃないですか。セシリアちゃん3枚でー。はーい。はい。といったところで。あー、というわけで、うん、今夜、このテーマ。なんで今今夜をつけた。食べたな。どう、はい、シャルの新発見あった？そうっすね。新しい一面見えちゃったんじゃないの？完全に創作物じゃないですかこれ。あんまでも下村さんの踊りの件はちょっと考えといてください。本当気に入ってるもん、超気に入ってるもん。本当に超気に入ってる。嬉しい。みんなでやりたい。ありがとう。はい。頑張ってフルで考えとくよ。お願いします。はーい。さあ、うん、それではそれでは次回募集するテーマを発表したいと思います。はい、次回はドイツ軍で誤った日本の知識を教えられいつかを嫁にしようとするラウラ、実は他にもおかしな知識を教えられているそうです。さてラウラが教えられた誤った知識とは。いつかお前を嫁にするね。そうですね。でも完全にさっきもにゃったところをうまくごまかしたでしょ。うん。さっきのようにしてラウラは一体どんな誤った日本の知識をドイツ語で教えられてきたんだろうか。はい、メッセージには必ず住所、名前を書いて送ってきてください。皆さんからの情報をお待ちしております。以上 IS 学院新聞部でした。